あ、でね、トモちゃん気づいた、なんかスタジオの前に森じおがあってね。あそことか。なんか先週、なんかいろいろあったみたいなの。あのね、火曜日、水曜日か、28時間テレビの時にさ、ほら、細谷くんが補正階段やったの覚えてる？あった、ほら、あの見てないかもしれないけど、私そう見てないの、28時間テレビ。ほら、あった、だってほらね、走ってたから、ロケ行ってたからね。そうそう、28時間ロケ行ってたから、しょうがないんだけど。でもその時私、あのその前のスナック千秋の前の時間だから、私メイクしながら見てたんだけど、みんななんかいろんな方が怖い話をちょっと持ち寄ってっていう感じで、で、細谷怪談っていうその、細谷この会をやってたんだけど、その時に森久保さんがね、話せなかった話を先週水曜日にお話ししたんですって。そしたらね、終わった直後になんかカメラの調子が悪くなったりとか、カメラマンさんの具合が悪くなっちゃったりとか、あと生き量の話。え、なんかね、森久保、あ、私も聞いたことあるんだけど、森久保兄さんってちょっと生き量がついてる説があって。え、何そうなの。で、こう、で、そうしたらちょっとこのスタジオに不思議なことがよく起こるようになっちゃって。そうなんだ。で、前に森塩をしてあるってことなんだよね。なるほど。そう、え、怖い話嫌いなんだよね。私はちょっとあの、本当に怖い。信じてる、そういうの。え、まあ、ちょっとあの、否定はしない。あの、そういう、そういう体験ある。あ、でも私怖い、その、なんだろう、テレビのお仕事で、そう、怖い、そんな、はい、はい、廃墟、廃墟に行った時に、やっぱりなんかそういう現象があった。え、何があったの。え、なんだったっけな。あ、なんかあの、なんかバンみたいな。スタッフさんが鳴らしてるんじゃなくて。あ、違う、何だろう、バンって言ったら、そういう教授みたいな方がいらっしゃって、あ、これは今来ないでって言ってますとか言って。っていうお仕事だから言ってんじゃないの。え、違う、本当本当、それ本当だよ。いや、私嫌な女みたい。いや、本当本当。ドッキリの後ってでも、そういう霊感強い人ってさ、家に帰ったりしてもなんかあるっていうね。いや、私ね、霊感全くね、鈍感なのよ。だから本当腐ったものでも食べちゃうし。なんか本当に腐っても美味しいねって食べちゃうし。でもじゃあ信じなくていいじゃん、鈍感だったら。もうだから、まあでもだからなんか、鈍感なんだけど、だからそういうの見えないし分かんないけど、でもなんかもしかしてそういう いらっしゃるのかもしれないなとは思ったりもする。そういう話は。なるほどね。だって実際そういうのを見たりとか、なんか経験した人とかいらっしゃったりするでしょ。でも私ちっちゃい頃は、トトロを見たよ。ちっちゃい、いやでもほんとちっちゃいのがいて、トトロいいなー。で、うち親とみんなでなんかね、お墓参りに行ってた、そのうち私の実家の母方の実家の、あのお墓が山の上にあって、いつもハイキングみたいな感じで、みんな山登りしながら、お墓参りしながらお弁当持ってみんなでっていう感じで行くんだけど、私がなんかなんだろうな、一人であっち行ってくるとか言って行った時に、ちっちゃい子トトロみたいなのがいて、で、そいつについてったらなんかね、すっごい綺麗な湖っていうか、すっごいキラキラキラっと綺麗な湖があって、あ、ここお父さんとお母さんとお兄ちゃんもいるか、お兄ちゃんみんなでなんかみんなに言おう、ここがあるって言って、ヘンゼルとグレーテルみたいに、あの木をね、そこの場所に置いてって、で道わかんな、あの道が迷わないように帰ったわけ。で、ちょっとみんな来て、すごい綺麗なあのキラキラした湖があるのって言って、その木の通りに行ったら、何もなかった。え、トトロが食べたの。いや、その場所がだから、もう存在しない場所だったってことよ。それに綺麗な、もうなんか湖、なんか金の斧貝みたいなのがあるような、なんかすごいキラキラした、全部が光った湖があったはずなのに、何もなかった。何それ。何それ。でもそれが一番の、なんか私のその実際小学校3年生くらいの時にあった。私、あの、なんかずっと、ポーポポポポポポーポポポポっていうのが、私の声、私の耳にだけ聞こえてるんだとずっと思ってたの。そしたら、なんかそれただの鳩だったんだけど。なんかみんなにも聞こえるんだって。聞こえる？なんか、え、ポーポポってこと？え、ポポちゃんじゃない？え、ポーポポポポポ。なんか夏とかに聞こえるんだって。ポーポポ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 ポって聞こえてて、ずっと自分だけだと思ったらみんなに聞こえてるって言ってて、だから違ったっていう話よ。それ、
カネダトモコが怖い話だね。ハトって気づかない怖い話だね。では行きますよ。はい、今夜やる企画を見てみましょう。今夜何して遊ぶ。はい、出てきますよ。何、はい、何？うん？あれ？あった。どうしたんですか？どうした？あ、なんかぼやけてる。あれ？どうしたの？え、これ。これが今流れてるでしょ？これ。あら、大丈夫かな？大丈夫かな？あ、まあ大丈夫。まあ、あった、あった、よかった。はい。はい、というわけで、あ、学校？そう。何？そうだ。え、どうしたの？言おうと思った。あ、さ、楽屋ちょっと変じゃなかった？え、なになに？怖い怖い怖い。なんか私。え、何？これ言っていいのかな？え、なに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 ？あ、これドッキリじゃないよね。いや、これドッキリ？え、なに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 ？わかんないわかんない。なんか違うの、なんかね、楽屋の話をしていいの、あ、さっき打ち合わせでのクソムちゃん来る前になんか楽屋が変だなっていう話をしてって、楽屋変じゃなかった？え、わかんないわかんない、今日私それなんだけど怖い。え、何何何、なんか楽屋の鏡が、やだ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、何何何何何、え、これ私だけかな、怖い怖い、ちょっと待って、なドッキリこれ、いや、わかんないわかんない、何何、どうしたの、知らないよ、私も知らないよ、何何何、なんか楽屋鏡曇っててさ、で、なんで曇ってんの、もう、で、わかんないんだけど、なんかともちゃんの部屋も曇ってたっていうんで、私も曇ってたの、さっき、さっきミクさんが、ミクさん、誰ミクさん、いや、メイクさんが言ってて、で、私変だったよねって言って、で、あの、なんかいつもほらメイクさんってなんかなんていうの、潤すためになんかさスチームみたいなの耐えてくれるじゃない、あれかなと思ったんだけど、でも今日あれがなくって、でないのに曇ってるからあれと思って、なんかまた階段なのかなっていう、え、違う違うらしい、違うらしい、ええ曇ってたの、おっと曇ってた、え、今でもともちゃんのところもあのメイクさん曇ってたって言ってて、そんなの気づかなかった、持ってんの、知らない、掃除してなかったのか、わかんないよ、待って待って、え、本当に、え、待って、これ本当にドッキリじゃないよね、え、知らない、私も知らない、な、わかんないけど、うん、切り替えて次のコーナー、あ、じゃあコーナー、あ、じゃあコーナー何言おうかな、あー、やっぱり楽だわあら、いつものコネクト、いや、楽で、やっぱりね、コネクト T シャツを、そうそう、ね、やっぱ、私にはこれが合ってるわ、うん、はい、調子が やめちゃったんだ。そう、やめました。あの、もうずーっとね、下に来てたのよ。うん、だからちょっと、うん、見えてた、見えてた。だからもう出てきちゃったから。ねえ、後半はじゃあこちらのラフな感じでお届けします、はい、ということで、はい、じゃあこちらのコーナー。なんかこれ、気楽になるわね、なんかね。動きやすいの最高。じゃあね、動きやすくなったところで、うん、はい、はい、千秋の何でもジャッジメントトーク、はい、イエーイ、こちらのコーナーやってみたいと思います。はい、こ、え、なになになに、え、え、や、生放送やってるの知らないのかな、誰もいなかったよね、でも、え、隣誰もいなかった、え、一旦止める、え、待って待って待って、一旦止める？一旦もう一回 CM、 あ、し、開けちゃったよね、でもね、え、どうしよう、大丈夫大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫です、うん、とりあえずお届けします、はい、はい、え、これね、うん、はい、ともちゃん今日はね、どうだった、なんか、いや、なんかちょっとどうしたの、え、なんか集中できなかったのか知るけど、集中ちょっとできなかったの、なんでなんで、え、どういうこと、いろいろなんかハプニングが起こって、本当に、え、なんで、何、だって全然、え、だって千秋さんそっちは、だって分かんない、全然分かんない、だけどみんなスタッフさんだってもうガーって聞こえたとか、バーってずっとコンコンってなってたり、ガーってなって、もうなんかいろいろあったじゃん、え、うん、でもなんか物々しい空気はとか、だって私全然聞こえないし、あと T がやっぱね、打ち合わせの時からさ、はあ、やっぱ総合プロデューサーの方がちょっと具合悪いって言ってて、そう大丈夫かな、その先週の森久保さんの話からちょっと具合悪いって言ってたから、うんうん、ちょっと今帰っちゃったんだよね、
大丈夫、なんかそういう空気とかもあって、うん、そうだからちょっと途中ちょっ と、うん、とドキドキしちゃったりして、ちょっと途中、うん、えっと思って音とか聞こえちゃってたから、うん、えっとかなって、それでなんかちょっと集中できてない部分もあったかもしれない。そうなの、うん、でもなんかね、私もこんなの初めてだから。本当、いや、うん、ドッキリの時とかはあったけど、なんかドッキリの時、そう、えどういうこと、えだから、うん、その、あのちょっとあの幽霊さんが乗っかってきてたりとか。そんなんでも、でも見えないよね。え、でもなんかお祓いが必要って書いてあるけど。そうなんだ。じゃあちょっとお祓いをしていただくと、ね、そこで森塩が、でもさっきの森塩がちょっと減ってるような気がするんだよね。あとね、森塩って変な色になるから、うん、あ、そうなんだ。でも白いからじゃあ大丈夫じゃない？限定トークも声優と YOASOBI 全シリーズも全部見ることができますよ。はい、みんなも一緒に YOASOBI しようぜ。